どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、まさにでございます。さあちょっと、キャンプの朝ということで、朝の一服コーヒー最高っすね。でちょっとゆっくりして、顔が寝起きの顔ですね。ちょっとゆっくりして、朝ごはん、まあ、朝ごはんと手軽なやつ食べて撤収して帰ろうと思います。この朝のね、のんびりした時間がめちゃくちゃ好きなんで、まあ、早起きしちゃいますね。はい、朝食は、はい、あんバターサンド、あんバターホットサンドかな。はい、いただきます。うますぎる。最高。これは最高ですね。僕甘いもの好きじゃないんですけど、あんこは好きで、あんこは好きなんですよ。はい、で朝あんまり、時間かけたくない時はもう一個あるんですけどこの高級粒あん、まあスーパーなんかに売ってるやつだと思います。僕もスーパーで買いました。に、切り込み入れて、で、バター、チューブタイプの、まあ、チューブタイプじゃなくても、固形のバターでもいいんですけど、バター入れて、で、ホットサンドメーカーに挟んで焼くだけという、最高の朝食っすね。めちゃくちゃ簡単で美味しい。あんバターって正義。本当に。もうコーヒーとの相性も抜群。最高。もうすぐ食べちゃいますね、これ。マジで。
うん、もうカロリー気にしない人はバターバチバチに入れてください。めっちゃうまい。で、食べ終わったらうまっ、これ食べ終わったら撤収して帰ろうと思います。さあということで、撤収も終わりました。まあ、こんな感じ。まあ、エブリィのねこの車中泊キャンプは撤収もねめちゃくちゃ簡単で楽ちんっすね。もう速攻終わりますということで、よいしょ、今日はこんな感じで、帰りたいと思います。また次もね本当車中泊キャンプ以外にもやっぱ車で車中泊旅行もしたいなと思ってるんで、どっかタイミング見てやろうかなと思っております。じゃあ帰ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。